ベンジャミン・パースはアメリカ合衆国の数学者である。約50年にわたってハーバード大学で教育を行った。天体力学、統計学、数論、大数学及び数学の哲学において貢献した。マサチューセッツ州セーラムで後にハーバード図書館司書となるベンジャミン・パースの子として生まれた。1829年にハーバード大学を卒業後、 ノーサンプトンのラウンドヒル高校で2年間数学を教え、1831年にハーバード大学の数学教授に就任した。1842年からは天文学教授を兼任し、亡くなるまでその地位にいた。また、ハーバード大学の科学課程の開発の手助けをし、大学の司書も務めた。1867年から1874年まで、 アメリカ国立即地測量局の局長を務めた。1852年、ロンドンの王立協会の外国人会員に選出された。ベンジャミン・パースは、その研究が世界クラスと認められた最初のアメリカ人科学者とみなされることが多い。彼は奴隷制の擁護者であり、エリートが科学的探究の追求のために奴隷を使用することは容認されるべきであると主張した。 数論において、彼は4個以下の素因数を持つ奇数の完全数がないことを証明した。大数学においては、彼は結合多元感に関する研究で知られている。彼は、1870年に、べきとやべき例という言葉を最初に導入した。また、パース分解を導入した。数学の哲学において、彼は、数学は必要な結論を引き出す科学であるという声明で、 知られている。パースの数学の定義は、息子のチャールズ・サンダース・パースが、プラグマティズムの結果思考の哲学を始めるのを助けた。ジョージ・ブールと同様に、パースは数学を使って、論理を研究できると信じていた。このアイデアは、彼の息子チャールズによって、さらに開発された。チャールズは、彼の論理には誤った、推論の研究も含まれると述べた。対照的に、 後期のゴットロープ、フレーゲやバートランド・ラッセルは論理学を数学の基礎にしようと試みた。今日では外れ値に関するパース基準として知られるものを提案した。彼のアイデアは息子のチャールズによってさらに発展した。天体力学の分野では彼は冥王星の発見につながる海王星の雪像の計算に最も早く取り組んだ一人である。 彼は経験な信仰心を持っていたが、自身の神学的な考えを公表することはほとんどなかった。彼は経験的な現象を記述する際に、純粋な数学が効果があるように自然を形成するものとして神を信じていた。とある百科事典では、パウスは神の創造物による神の仕事の研究として数学を見ていたとしている。パウスは、 米上院議員イライ・ジャイ・イチ・ミルズの娘のサラ・ハント・ミルズと1833年7月23日に結婚した。二人の間には以下の4男一女が生まれた。月のクレーターのパースや小惑星、ベンジャミン・パースは彼にちなんで命名された。ハーバード大学数学科のポスドクは彼の名を冠してベンジャミン・パース・フェローズレクチャラーズと名付けられている。 1855年から1868年まで就航していた米国沿岸調査船、ベンジャミンパースは彼にちなんで命名された。ありがとうございます。